ダイヤモンドは女の子の親友。ではありとあらゆる夫婦の中を引き裂いた呪いの真珠は女の子の敵？何世紀にもわたり何人もの敵を作り続けていた、そんな真珠が歴史には存在します。持ち主に次々と破局をもたらしたのがこの呪いの真珠なのです。300年もの間、悪名高い大真珠ラ・ペレグリーナは世界最大の真珠として知られていました。およそ56カラットあるいは11グラムという重さだったこの真珠は、世界で最も美しい洋梨型をした真珠としても知られていました。左右も均等に対称なこの真珠、発見されなかった方が世のためだったことでしょう。持ち主の夫婦を引き裂いて回ったこの真珠、まずは時を遡りラ・ペレグリーナの物語の始まりから見ていくことにしましょうか。この真珠は16世紀にパナマの奴隷によって発見されました。貧しい男がこれほど価値あるものに巡り合うとは不思議な運命ですね。奴隷はその真珠を持って逃げることはせず、真珠を自分を支配した人間に献上します。奴隷はそれと引き換えに自由を願ったのかもしれません。結果彼は本当に自由の身となったのですから。当時パナマはスペインの支配下にありました。ラ・ペレグリーナはすぐに当時王子であったフェリペ2世の邸へと渡ります。王子は後に王となり、イギリスのメアリー1世と婚姻を結ぶことになります。ちなみにメアリー1世は2人目の奥さん、1人目とはあまりうまくいかなかったのでしょうね。フェリペ2世は新たな花嫁にこの真珠を贈り物として渡しました。なんと優しい。末永い幸せを願ってのことでしょうが、彼らが末永く幸せに暮らしてしまうとここで動画はおしまい。皆さんももうこの結婚がどうなったか想像できますよね。メアリー1世とフェリペ2世は離縁こそしなかったものの、王はメアリー1世の元を去りました。そして二度と戻らなかったのです。メアリー1世が重い病気にかかっても。一方フェリペ2世がメアリー1世の元を去ったのには様々な理由がありました。メアリー1世が肖像画ほど美人じゃないって知って別れた？それはどうでしょう。フェリペ2世の肖像画を見てメアリー1世は恋に落ちたのかもしれませんが、結局2人の気持ちはうまく結びつかなかったのです。彼女がフェリペ2世にぞっこんだったかは分かっていません。しかしフェリペ2世はというと、その目的は政略結婚。これは当時の王侯貴族の間では当たり前のことでした。フェリペ2世はスペインとイギリス両国の王となり、これで彼の目的は果たされていたのです。また理由となり得た出来事は他にもありました。メアリー1世はフェリペ2世とは違ったタイプの人間だったんです。後の世でブラッディ・メアリーと呼ばれたこの無慈悲な女王は、気に入らない人物を次々と処刑していきました。フェリペ2世が彼女の元を去ったのはこれが理由だったのかもしれません。政略結婚がなったために去ったのか、メアリーは思っていたほど美人じゃなかったのか、それともやっぱりこの呪いの真珠が災いしたのか。メアリー1世はこの真珠を大切にし、ペンダントとして身につけていたようです。彼女の肖像画の中には洋梨型のこの真珠が首から下がっているものもあるのだそうですよ。1558年にメアリー1世が亡くなると、真珠は再びフェリペ2世の元へと戻されました。するとフェリペ2世はこの真珠をメアリー1世の異母妹であり後継者であるエリザベス1世へプロポーズの贈り物として与えようとします。しかし、そこはしっかり者のエリザベス。即座に彼のプロポーズを跳ねつけます。そんなわけでフェリペ2世は、この大きな真珠を持ち帰り、真珠はその後250年もの間、スペイン王家に保管されました。フェリペ2世は3度目、4度目の結婚をしましたが、次々と襲いかかった離婚劇はやはり、この真珠が原因だったのではないかと考えられています。やがて彼の孫、フェリペ4世の時代がやってきます。彼はラ・ペレグリーナを2人目の妻マリアナへ送り、1696年に彼女が亡くなると、その後100年の間、真珠は歴史上から姿を消すこととなります。次の持ち主となるのはジョセフ・ボナパルト。名字には見覚えがあるでしょう。かのナポレオン・ボナパルトは自らフランス皇帝を名乗ると、兄のジョセフをスペイン王に立てたのです。ジョセフの妻ジュリー・クラリーはこのことによりスペイン女王となりました。夫から真珠を受け取った次の犠牲者は彼女ということになりました。2人はおしどり夫婦とは言えず、ジュリーは夫と過ごすくらいならシャトーにこもって家族と過ごす方が良いと考えており、2
不在の女王とあだ名されていたのです。メアリー1世とフェリペ2世がそうであったように、呪いは彼女たちを離婚まで追い込むことはしなかったものの、それぞれは別々の道を歩んでいたのです。遺言によりジョセフはラ・ペレグリーナを甥のナポレオン3世へと残します。神女に巡礼者を意味するこの名が付けられたのもこの頃。数々の王族の手を渡り歩いたこの神女にはふさわしい名と言えるでしょう。残念ながらというか台本通りに、ナポレオン3世とその妻ウジェニー・ド・モンティジョの結婚生活もバラ色とはいきませんでした。ナポレオン3世の手を離れた真珠は1848年にイギリス公爵ジェームズ・ハミルトンへと売られることとなりました。妻ルイザへの贈り物として買われたこの真珠でしたが、今度ばかりは2人の愛が呪いより強すぎたのか、2人は幸せな結婚生活を送りました。もしかしたらこの間呪いは他の夫婦に降りかかっていたのかもしれません。この時ルイザは真珠を2回なくしていました。一度はソファーの上で、二度目はダンスパーティーで。公爵夫人がうっかりしていたわけではなく、真珠の重さにネックレスが耐えきれなかったというのがその原因だったと言われています。真珠はその後長男へと相続され、妻が失わずにそれを身につけていられるよう穴が開けられました。やがて真珠は彼らの手からロンドンの宝石商へと1969年に売り渡されることになります。真珠は競売にかけられ、俳優のリチャード・バートンが当時の3万7000ドルでそれを落札。バレンタインの贈り物として妻に贈りました。妻の名を知っている人は多いかもしれませんね。彼女はあの有名なエリザベス・テイラーでした。映画界のトップスター、そして悲恋の多い女優として彼女は知られていました。エリザベス・テイラーはバートンに見初められるまでに4回の結婚を経験していました。彼が真珠をエリザベスに送った時、彼らの結婚生活にも重い呪いがかかっていたのかもしれません。結局彼はテイラーの最初の夫にも最後の夫にもなることはかなわなかったのですから、テイラーはすでに十分な不運に見舞われていたとでも言うのでしょうか。彼女がその真珠を受け取ったその夜、真珠は姿を消してしまったのです。真珠の呪いを終わらせようとする宇宙の意志がそうさせたのか、ルイザに二度呪いをかけようとして失敗したツケがここで回ってきたのか。テイラーはありとあらゆる場所を探しましたが、真珠は二度と見つかりませんでした。もう二度とあの宝石は見つからないに違いない。彼女が諦めかけたその時、飼っていたペキニーズが何かを噛んでいることに気づきます。最初骨かと思われたそれは、なんとあの真珠だったのです。犬は3万7000ドルの真珠をペッと吐き出し、テイラーの運命は決定されました。2人のスターの結婚生活が失敗に終わったのはラ・ペレグリーナのせいだったかどうかは分かりません。しかしバートンとテイラーは結婚と離婚を2度もしたのです。この2人の生活はテイラーの結婚生活の中では最もうまくいったものと数えるべきでしょうか。7回の結婚のうち同じ人とした結婚はバートンとのものだけだったのですから。1976年に2度目の離婚を経験してからもテイラーは真珠を持ち続けました。その他の真珠、ダイヤモンド、ルビーと組み合わせて新たなネックレスを作り、彼女はその後も何度も結婚を繰り返していきました。1996年に7回目の離婚をしてからテイラーは2度と結婚をすることはありませんでした。結局巡礼者ラ・ペレグリーナはその名の通り時代と大陸を旅し、王や女王、ハリウッドスターの結婚人生を歪めていきました。そんな真珠の現在の場所はというと、2011年12月14日クリスティーズのオークションにて1180万ドルの値で落札されています。購入者の結婚生活が幸せに続いているかどうか、その情報は得られていません。呪いにピリオドが打たれていることを祈るとしましょう。皆さんはこれらの破局がラ・ペレグリーナの呪いによってもたらされたと思いますか？コメント欄で教えてくださいね。動画の高評価とお友達へのシェア、ブライトサイドのチャンネル登録もお願いします。ブライトサイドの動画はまだまだたくさん、引き続きお楽しみくださいね。